はい、こんばんは、うさでーす。今夜のうさぴよの巣は、ドラゴンクエスト10、バージョン6の、展開編。はい、進めていこうと思います。これは、白海の試練場のお話でいいのかな？はい、読み方よくわかんないけど、ジャゴヌバを倒した後、パルミオ博士から、わけのわかんない手紙が届いた、というところで、なんか唐突な始まり方だよね。なんか誰かがっていうより、なんかいきなりパルミオ博士からスタートなんだっていう感じなんですけれども。はい。しかもパルミオ博士が、なぜか、レンドアに、おりまして。レンドアでいいのかな？本当に。あの人、確か、メディストリスじゃなくて、なんだっけ、風車にいたんじゃなかったの？私と一緒に飛びましょう。港町、レンドア南に集合ですよ。主任研究員。主任だよ。一応。あの人。テンション高い。イアター心拍計の人だよね。その印象しかないんだけども。間違いないよね、きっと。はい。ということで、まあ、お呼びらしいので行くしかないんだろうな。なんでこの人からスタートなのか本当に、はなはだわからないんだけれども。まあ、準備整えて、行くべ。サポの皆さんをお借りせねばな。私はな。まあ、いきなり戦闘ってことはないと思うんだけどね。ってことで、行くですよー。え？でも、パルミオ博士。あ、このムービー入るのね。はい。ありましたね、こんなんね。はい。ハイテンションな声が聞こえてきた。聞き覚えがあるんだね。なのなさーん、私ですー。パルミオですよご足労いただいて申し訳ありませんが、集合場所が変更になりました。なんでなんでどういう行き先だかよくわかんないけど。駅の1階にあるエレベーターで来てください。長女の執務室なんでそこに行ったの長女に呼ばれたとかそういう感じではなさそうな気がするけど、まあ、行くしかないね。町長のお部屋っていうか、これもね、なんかすっごい、これ最初なかったもんね、ここにね、こんな部屋。取って付けられたというか、湧いて出たというか、増設されたというか。な。でもいいよね、駅の中に、家っていうか、部屋があるって。駅ビルみたいなもんか。そこに住んでるようなもんか。うん、ムービー。ん？あ、秘書さんだ。無言？みんな無言だよ。何これ。何これなんかこれパッと見、モンスターみたいなんだけど。やったー見える見えるぞーありがとう、とびとびぴょんたくん。誰？ああ、はい。上から降ってきたよ。これはまさしく。おお。新発見だー。新発見よ。うお。イエイイエイイエイ。わ、で、イエイ。どこ？お待ちしてましたよ。死ぬて死ぬて、それさあ見てください。見てるよ、このパルミオの世紀の新発見を。トランポリンですね、評価版みたいな。増殖する魔獣どころの騒ぎじゃありません。見てください、あの浮遊都市、
これは素晴らしい新発見ですよ。いや、みんな見えてるだろ。イエイ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 、テンション高っ。私が発見したあの浮遊都市、しかしアストルティアに出現するのは今回が初めてではないのです。アストルティアの歴史を紐解くと、突然空に巨大な町が出現しただとか、天空に神秘の都市ありだとか、時代や種族地域を問わず大変似通った伝説が残されていることがわかります。早口早口。浮遊都市の出現は大抵その種族や文明が滅亡の危機を乗り越え平和を勝ち取った後に限られており、漢字が多い。そのため多くの伝説では浮遊都市とは神々の使いであり、平和を勝ち取った人々を祝福するために現れたと言われています。早口。つまりあなたがアストルティアを救ったこのタイミングで浮遊都市が現れたことは、伝説とそっくり同じなのです。我々は新たな伝説に立ち会っているんです。血管切れそうだね。申し訳ありません、つい興奮してしまって。さらにさらにですよ、あの浮遊都市を描いた古い絵画には不思議な生物の姿が描かれています。それが見たい絵画。どこにあるの？へん現在も浮遊都市に生物は存在するのか、存在するとしたら一体何者なのか、アストルティアの生物との関係は。一刻も早く調査に向かいたいのですが、新発明トビトビピョンタ君を使っても私では届かない。動きが不思議だなこの人。ドラゴンで飛んじゃダメなんですかね。ひと飛びなんだけど。そこで私が知る限り世界最高の身体能力を持つあなたにご協力いただきたいのです。いや、あなたもすごい身体能力だったよ。お願いです。飛び飛びぴょんたくんで浮遊都市まで華麗にジャンプしてください。この新発見でアストルティアの歴史は大きく変わるかもしれない。どうか浮遊都市まで飛んでください。無茶を言う。この新発見でアストルティアの歴史は大きく変わるかもしれない。どうか浮遊都市まで飛んでください。ループかい。ありがとうございます。さあさあ、ポーンとピョーンと浮遊都市までレッツゴーですよ。あ、はい、あ、はい。おー、やるんだ赤き玉、頑張るね。うむり。もうちょい無理。ドラゴンで行った方が絶対早いんだけど、そういうことは言わないよね。あ、怒っちゃった。パンツ丸見え。ダメでしたか。私の計算では。あなたの身体能力なら浮遊都市まで届くはずだったのですが。どんな計算だよ。それが突っ込みどころがあるな。しまっちゃったよ。いいけどさ、なんか兆候に入ってしまったよ。いや、飛び飛びぴょんたくんがダメでもこれなら。これ何が始まったの？さあ、新しい発明のためにこのメモの材料を集めてきてください。あ、そういうこと。あいよ。お使い。メモ。ミルエルの森、南西に生えている紅白岳の冬虫夏草、冬虫夏草1。お店などでも買えるもの。モボロのテリスリー、訓天プラス、コモ、で、1? え?なんて?なんて?私は諦めません。我が人生最大の新発見、浮遊都市の謎を必ずこの手で解いてみせるぞ。いや、いろいろ諦めそう。いや、人の話聞いて。どうしました？頼んだ材料を急いで集めてきてください。どう飛距離を伸ばすか。天才なんだろうけど。何かわからないことがあったら、愛しい妻ペコリアに聞いてください。キラキラ大風車と井戸の底にいます。
冬の都市に到達するためにはメモの材料が必要なんです。どうか頼みましたよ。このテンションの高さがとっても親近感あるんだけどね。仲良くなれそうな気がするんだけどね。ちょっと待って、あ、話聞いてももうこんな感じ。散らかすなよ、およそ様のお家を。ピコーン。集めてきてください。あの文字わかんないところはペコリアさんに聞けってことなのね。つまり、なんとなく理解したけど、ペコリアさん挟む必要があったんだろうか。まあとりあえずで、まあ集めてきて、その3つの材料を集めてきて博士に届けてあげようと。とな、はい、どこから行こうかね。ペコリアさんのところ行くのもありなんだけども、まあ順番的には上からなんだろうな。はい、ミルエルのこの読めるところから先に行けっちゅうことだな。訓点。訓点って何？読めねえ。癖が強い。癖が強い人だけど、字も癖が強いんだな。うおぉ。わかりにくい字の人結構いるけどね。知ってるけどね、私の知り合いにも。はい。ということで、端っこで来たよ。ミルエルの森。ここも懐かしいよね。昔はよく来てたし、ここはなんだかこう、サブクエ的なところでも、ちょいちょいと、ここに来させられること多かったからね。割と、まあ馴染みはまだあるんだけども、メランザーナちゃんが可愛いよな、やっぱな、これね。なんだったかな、これ。ここにもなんか私、よくなんか取りに、地味なものを取りに来てた記憶があるんだけど、覚えてないからまあいっか。こっちでいいのかな？ここもね、ねこねしててわかりにくいんだ。ほんとにっていう。おぉ、びっくりした。今左側にあったこの植物、紫色の植物が、色的に、ナスビナーラに見えた。ほら、これ、びっくり。ちょこちょこいるけど、ナスビナーラみたいな感じの植物がおる。一瞬ね、ナスビナーラがここにいるのかと思ったけど、ミュルエルには確か、そう、ナスビナーラは出ないはずだから、うん、違うってね、瞬間分かったけども。あれ、こっち？どっちだ？わかんなくなる。方向が。よくわかんなく、すっごい紛らわしい、これ。何このナスビナーラ層。そう？こんなにあったっけ？ここ、こんな紫色のこの植物。ここ最近で付け足されたやつじゃね？だって私ここちょこちょこ来てたけど、その当時そんなにナスビナーラだと思わなかったもん。今になって私ナスビナーラ好きが加速したからかな。だから、そういう風に、過敏に反応するようになってるだけかな。このマザーウッドも可愛いんだよね。可愛いっていうのもおかしいけども、頭の上にね、ひよこみたいな、ひなみたいなの乗っけてるんだよね、これね。鳥のひな。優しいモンスターなんだよな。見破るとね、ページ目が出てくるんだけど、確かなんかすごい可愛い説明だったって。私、迷子、ここ、迷子、どこここ向こう側に行きたいんだけど、道ないんだけど、どこ？違う。こっちじゃない。この上じゃない。なんかもっと違うところかな、奥かな。このな、くねくね出てるのはな、わかりにくくてだな。あ、こっちか。これだな。はい、よかった。いけた。あ、びっくり。マザウッド。で、この辺なんだよな。この辺りにあると思うんだけど、この芝は、広場は、あったー！わー！キノコだらけやん。猿の腰掛けっぽい感じの
キノコと、これどう見ても毒キノコだよね。この色合いとか、この派手さ加減とか。キノコを引き抜いてみますか？引き抜くのか。普通に、引き抜いたら死んだ虫の背中から生えていた。嫌な感じだ。でも本当に冬虫夏草って、結構高級食材かなんかなんだよね。ちょっと気味が悪いけど。いや、えっくいな、これ。ちょっと見して。手に取って眺めてみた。死んだ虫の背中を突き破り、鮮やかな色のキノコが生えているー。嫌だ、気持ち悪いなー。実に嫌な感じだけど。これ食材？食材？薬？みたいな感じなのかな？まあ、次はペコリアさんに会いに。ペコリアさん。解読してー。読めまてーん。まさかの、苦節用の字を書かれる。パルミオさんの字を解読してもらいにだけ、ペコリアさんに会いに行く。ペコリアさんはね、でも、クラス君のお母さん、ママなんだけどね、ペコリアって名前の確か AI っぽいのが、いっぱい、後の世で作られるんだけど、可愛らしいんだけどね。私あれ好きで結構、確か、ついてくんじゃないや、なんかで、連れ歩ってたけども、可愛い。検索中。検索中って、あっちになんか今、パルミオ博士いねえか、あれ。あっちに見えるの、パルミオ博士やん。どうしたの？ここにいるの？あれ？ちょっと待って、誰や、お前。留守番パルミオアルファです。自分で言っちゃってる天才博士。パルミオは現在外出中です。自分で言っちゃうんだ。ご用のある方は申し訳ありませんが、またいつかおいでくださーい。意外とポンコツだった。はい。なんか、メッセージだけ残って、あ、これはまさか、あ、ベビーベッドだ、やっぱり。なんかちょっといいね。ほっこりするね。かわいい。こんなちっちゃいのが。生まれてくるのねー。はい。ナノナさんお久しぶり。私もお腹の中のポクラスも元気いっぱいですよー。あらー、もしかしてパルミオテバ、ナノナさんにご迷惑をおかけしてますかー。あ、勘がいい。はい、話が早いです。もうパルミオったら、興奮すると字が汚くなっちゃう癖があって、そんなとこも可愛いんですけど、可愛いかー。いい迷惑。でも私はパルミオのラブレターで慣れてるから大丈夫なんです。そのメモちょっと貸してください。どれどれ、ミルエルの森、何水に入っている、紅白だけの登場仮装置、魔法の聖水1、魔法の聖水新鮮卵1でした。メモの横に書いといてあげますね。できる奥さんだ。素晴らしい。ありがとう。いや、マジか、すごい説明までしてくれて、本当にできた奥さんだな。パルミオと、いいバランスのご夫婦でございます。素晴らしい。優しい。しかも、気が利いてる。あ、ちゃんとほら、もう、右にヤギ印書いて、書いといてくれてる。ありがとう！嬉しい。優しい。こういうできた奥さんがいいよね。夫の、やばいところ、やばいところじゃねえや。まずいところ、じゃないや。抜けてるところを、補填してくれる、そんな、優しい奥さん。いい奥さんもらったね。では、行こう。
魔法の聖水はまあいっぱい持ってるからいいんだけど、新鮮卵なんだよね。買っちゃってもいいんだけど、私の、もう一人のキャラクター、三人目のキャラクターの、ウェディの女の子がね、プリンが、ちょうど、調理職人なんで、まあ、卵はあっても嬉しいので、卵取りに行っちゃおう。すぐ取れるからね。はい、エテーネ。に行くと、確か、卵が転がってるはず。調理職人のキャラは喜ぶし、喜ぶっていうほどではないんだけど、お金もかからず、無料で拾えるし、一石二鳥。はい。コピー。もらうよ。卵をいただくよ。ありがとね。私の実家で昔、チャボ飼ってたんだけどね。その子も毎朝卵を、ちっちゃい卵を産んでくれてたんだけどね。可愛がりすぎてて、うちの家族みんなね、可愛がりすぎてたんで、人慣れしてたチャボですごい可愛かったのね。で、すごい可愛がりすぎてたからね、その子が産んだ卵は、うちの家族は誰も食べれんかった。そんな記憶がある。人懐っこすぎてね、すごい、ついてくるんですよ。うちの家族の、後ろをついてきちゃうの。私がお出かけしようとしたらね、コッコって言いながらね、ずーっと普通の歩道までついて歩ってきてしまうくらい懐いてるチャボだったんでね、可愛くてね、いわゆる無精卵ってやつなんだけども、大好物がゆで卵だったんで、ゆで卵の黄身を食べるので、ちょっと共食いチックなところがあって、ちょっと倫理的にどうなのっていうのもあったんだけど、まあそんな、多分おそらく栄養満点の卵でございましたが、うちの家族は誰も食べれなかったので、近所の皆さんとかにあげてたんですけどね。あ、蝶々、カモメが俺を呼んでいるのにバルコニーには妙な客。あいつのおかげで海が見えない。すいません。しかしメリストリースを帰国、主任研究員をバルコニーから放り出せば外交問題に発展してしまうかもしれん。放り出すんだ。パルミオとやらに自主的に出て行ってもらうためにも、お前には即座にそのメモの材料を集めてくるがいい。軽く怒ってるね、蝶々。ピリカさん。長い付き合いですので、シガール様が書かれる独創的な文字には慣れております。この人も大変な思いしてるのね。で、何？パルミオ博士の奥さんに解読できるんだから、自分も奥さんポジの蝶々の文字が読めるよってマウント軽く取られてる。私。もうどうぞどうぞなんだけどね。はい！持ってきたよ！なんだい？ペコリア。ペコリアじゃない頼んだよって言われてる。ペコリアさん、こういうパシリもさせられてたのかな？だとしたらすっごいほんと、さらにできる奥さんやん。さすがやで、ペコリア。手の感触が、いつもの君とは違うような、手の感触でわかるって、愛ですかね、それ。すごいな。ちょっと一味違う天才でしたね、このパルミオさん。で、何作るの？ありがとうございます。集めていただいた材料さえあれば、卵と聖水とキノコ、何ができるの？やったー、大成功だー。白い尻尾、まんじゅうカロリー控えめ、甘さたっぷり、疲れすっきり、スパイシー、その名もパルミオまんじゅう。それやばいんちゃう？最近私が開発した新発明新発見サポート食品なんですよ。これさえ食べれば100人力です。
もう目がやばくなってきてるから絶対やばいものだと思います。うっ、うまい、何度食べても美味しさ新発見だ。レベル上がった。来た来た来た、やべやべ、動きやべ、やばくなってるやばくなってる。見ててください。あたた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 、何もないところから生み出そうとしてるぞ、こいつ。マデサゴーラもびっくりだよ、これ。やっべ。何が出ちゃう？はい。やったー！あ、やばい。新発明、ハイハイジャンプさん、完成だー！誰もやばかった。見てくれもやばければ。うん。名前もやばかったし。このハイハイジャンプさんなら、遥か浮遊都市までひとっ飛びです。では、大空の旅へ出発しましょう。いわゆるなんていうかこう、妖精みたいな感じで、傘でふわーって感じ。かわいいね、だとしたら。あ、違う違う、ちょっと想像の斜め上行った。ハイハイジャンプさん、レッツゴー。違う、考えてたのと違う動きしてる。違う。ああ、もう嫌な感じしかしない。嫌な予感しかしないって顔してる。はい。自主的に、博士出てきました。お騒がせしましたー。ちょうちょー。ああ、速度緩いね、意外と。どういう原理なんだろう、これ。やりましたよ。アストルティアの歴史に秘められた最大の謎。浮遊都市はすぐそこです。腕死にそう。もちろん、浮遊都市への最初の一歩はあなたにお譲りしますよ。その代わり、命名権は私ですからね。名前つけようと名前なんだ。ネーミングセンスないからやめた方がいいと思うんだけど。お、なんかこれみたいな。ほう、冬都市にはやはり生物が存在しているようですね。カバシラにも見えるよ。あ、でも天使の羽根が生えてる。あの生物、個体の大きさは人間並み。エルフ同様、背に羽が生えているが、機能も形状も異なるようだぞ。エルフの羽は退化してます。やったー、新生物発見だー。新生物扱い。ふっ、攻撃されてんやん。革命。なんですって。まあ有効的、必ずしも有効的ではない場合もあるよね。そこら辺考慮してなかったね。道具まで使うなんて。ぜひとも死を一匹ずつ捕まえてサンプルとして研究したい。うわ、サイコパスなこと言いましたよ。ああ、来てよかった。こんなエキサイティングな新発見ができるなんて。避けてる。興奮していますよ。こいつ全部なんかラックに全振りタイプだ。当たらない。お、避けた。避けた。ハイハイジャンプさんが助けてください。どう助ければいいのこれ。助けようがなくね。あ、あーって傘で受けちゃった。あー、墜落、落ちる。やばくない？この高さから落ちたら絶対やばいと思うんだけど。うわー、落ちとるわー。なんか刺さってるよ。ひえ、あ、生きてる。すげえ、命根性きたねー。っていうか、すごい頑張るねー。やっぱ楽全振りだわ、この人たち。どうして無傷で生きてられるの？
お怪我ないですか？大丈夫ですか？この気温と湿度、オーグリード大陸北部のようですね。天才だ。すげえ。あれは綺麗だね。やったー！さっきのは夢じゃなかったんだハイハイジャンプさんの装甲を一撃で砕いたコードと不可思議な色、未知の物質に間違いない。ゲーミングな感じの色合いだな。私はここで失礼します。これは世紀の新発見になりますよ。考える尺度が全部そっち方面なのね。ほんとサイコパスだなぁ。針のあれがちょっと触れ間違えしたら、ちょっとやばい人になるところだったな。なんか光ってる。あれだな。ん？っていうかそもそもロンダ岬ってどこだ？あ、あれか。オーグリードの、オーガのお話の、ボスキャラがいたとこだっけ？違ったっけ？なんかよく覚えてないんだけど。これ見ればわかる？多分そうだと思うんだけど、記憶違いかもしれないけど。ああ、でもやっぱ、オーガの初期村の近くだね。うん。ん？なんか光ってるの取りに行ったら。羽？羽だ。消えちゃった。エテーネの村を旅立ったあの日から。あなたが成し遂げてきたすべてを見守ってきました。誰？先ほどは、同胞が失礼いたしました。ご安心ください。私は、あなたに危害を加えるつもりはありません。振り向いちゃダメなの？お。我が名は、導きの天使ユーライザ。天使様。あなたこそが、異界滅神ジャゴヌバを討伐せし、時渡りの力を持つ者、ですね。うわ、みんな丸わかりだ。誰？あなたのこれまでの行いは、称賛に値します。まさしく、英雄の名にふさわしい人物と言えるでしょう。いや、勇者姫様いるけど。ならばこそ、私はあなたを、天聖教フォーリオンへと導きましょう。今この世界は神々の守りを失った状態。あなたには世界を守ることができる偉大なる力を手に入れてほしいのです。ただし偉大なる力へ至る道には厳しい試練が待ち受けています。私は導きの天使の役目ゆえ、試練を手助けすることはできませんが、あなたならば乗り越えられるはず。いや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 。長きにわたるアストルティアの歴史に、燦然と輝くキラ星のごとき、世界を救いし英雄たち。いや、綺麗に言ってるけど。その中でも、最も偉大な功績を挙げた者、英雄の中の英雄である、あなたこそが偉大なる力を得るべきです。天聖教へおいでなさい。私たち天使の下で試練を受け、新たなる海底へと至ってください。まずはあなたに選ばれし者の証、魂の食材を授けましょう。なんか勝手に選ばれてしまった。何もらえるの？でかっしかも、重そう。うわぁ。なんか、懐に入るサイズではないよ。その魂の食材があれば、私の仲間の天使たちに攻撃されることはありません。ああ、さっきみたいなことないってこと？天聖教で、偉大なる力へと至るための試練があなたを待っています。さあ、魂の食材に祈りなさい。いや、待って、ちょっと考える時間ください。だって、いきなりだもん、何もかもが。
なこと言われても。ためらうことはありません。さあ、魂の燭台に祈りを捧げ、遥か天聖教へと導かれるのです。これもループか。そっか、何を祈るのかわかんないけど、あ、羽かわいい。天使になった。天使赤けだまー、降臨。いや、飛んだな。あなたを信じていますよ。いや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 、いろいろ突っ込みたいところがいっぱいある話の内容だな、これ。強引な話の進み方だな。ん？ムービー、いや。え？あれ？戻った？いや、ここでオープニングが入るんだ。あー！綺麗な X 君。これ初めて見たときに、すごい思ったんだけど、一番初期の X 君とだいぶ顔が変わっちゃったなーって思ってた。キラキラ、チヤチヤ、サラサラ。うん。すごい。お！本当だ、攻撃してこなくなってるのは、そのなんとかの食材の、ついか。アイスを振りまいてる場合じゃないよ、エクス君。トン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 。お、かっこいい。うん。もう、国家これでいいよね、ほんとね。これからこれを国家にするでしょ。リコーン、かっこいい。で、海賊なんだ。海賊推し？で、ドン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 。お、このキューブは、もしや。てってってってーん、てーん、てーん。かっこいい。あー、始まったー。天聖の英雄たちーバージョン6。おー、飛ぶって気持ちいいって、めっちゃ攻撃されてきてんじゃん、嘘つきー嘘つきー、攻撃された。思いっきりダイレクトに当たったぞ、これ。ん？また、何度目のこれ、落ち？天使様。随分ごつい天使様です。あなたは助けてくれたのですかね、もしや。怪我はないな。アストルティアのものか、もしや。もしやもしや。そなたも魂の食材を持っているのか。さっきもらった。見せようとした。落とした。落ちた。魂の食材を落としたのか。まさかの落としました。俺の名はラダガート。お、そなたの名は。聞いたことあるぞ、そんな。うん、備えの場へ向かうぞ。備えの場、ついてこい。なんか説明してもらえませんかね。なんですかそこ。
ということで、なんか話進んでっちゃうみたいですね、どんどん。なんかちょっと、きりいので、今回はこの辺で終わりにしとこうかな。はい。バージョン6、スタートしました。うさぴよの巣でございます。ということで、次回からまた、ここ続き、バージョン6、やっていこうと思います。今回は、この辺で、切りよく終わらせていただこうかと思っているわけでございますが、どうなっていくんでございましょう。はい。いきなり、今度はまず、オーガのっちゃんの、ケツを追いかけていくことになりそうです。はい。次回からのまた、うさぴよの巣、ドラクエ10、バージョン6、スタートでございます。楽しみに、一緒に、ご期待していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まあなんか、なんだかんだ言いながら結局、よくわからないうちに押し切られるように、戦士様に強引にここに来させられたわけなんだけど、なんだろう、あまりにも理由とか動機とかが見えてこなくて、不安しかなかったりとかするわけなんですけど、攻撃的で、わかりませんが、次回を楽しみにお待ちください。それでは、今回はこの辺でまたお会いしましょう。おやすみなさい。またねー。